はい、何するんですか。はい、こっちの外パドックの草むしりと、はい、まあ、キノコ狩りかな、あっちの建物の中の。またキノコですか。はい。タッタダダ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 。最終クエスト。最終クエスト。あ、そう、今飲んでくわ。いや、今モンハンだけでしょ。うんうん。さて、あ、最終ってそっちの最終。そうそうそう、はい、あ、これでかいな、いけるかな。あ、簡単ですね。楽しい、楽しい草むしりです。よいしょ。草むしり体験募集中。でもね、草むしりっていうレベルじゃない草むだね。ここら辺は可愛いけど、なんかミョウガ、ミョウガなんか吹いて食べれそうじゃない？あーあー、本当だ。よ。ああ、疲れた。今疲れてきた。なんだろうね、ここ。あ、もうちょっと光を浴びて、日光を浴びて、若干枯れてる雑草たち。そう。あ、意外といける。なんか意外とちょろちょろっと剥けちゃうね。ね、あの乾燥してるんだろうね。あ、なんか芋づる式にこうずるずると。あれね、フレアエリアにいた雑草と違ってさ、うん。フレアエリアにいたのはもう雑草じゃなくてさ、木じゃん。木だったね。おお、さてさて、今いるね、ヒナたちも大きくなり、何ですか、あなたは。いや、うわー、キモいバッタがいるな。うわ、あ、僕たちのお家を壊さないでって感じでしょうか。あー、バッタ、ごめんね、バッタ。でもここはほら、ともちゃんの後ろにバッタでかっ。え、なんかいつもと違う。違うよね。ほら、前は茶色い葉っぱばっかだったから。ああ、ね、ここは緑色だから。なるほど。緑の中に茶色でいても見つかるしな。そうだね。すごいな、色を変えられるの。あ、でも、うん、でかい。でかいな、こいつ。バッタ？あ、何これ。あ、バッタだ。卵産むんですか、あなた。でっか、何これ。バッタ、なんかお腹が変じゃない。卵産んでんじゃない。嘘。閲覧中。登録者が減っちゃう。あ、テントウムシだ。鮮やか。本当だ。うん。七星テントウ。行きますよ。ブチッ。よいしょ。テントウムシが止まってようが、何が止まってようが、容赦なくブチッと抜いていっちゃう。ふう。なんかいろんな色のバッタがいるな。まあしょうがない。なんかもう虫最近びっくりはするんだけど、うん、いて当たり前だと思えるようになってきた。まあ人間の方が後発だから。そうですよ、外なんていて当たり前だよね。そうよ。いや、こうやって屋根で囲って雨風しのげるのはいいけど、うんうん、風が通らなすぎて暑い。うん、そうね。あ、蜂の巣がある。ふつ、え、蜂の巣。あ、ほんとだ。もう空っぽ。ここにもある。まだ空っぽじゃない。ん、空っぽだと思うよ。暑いね。よし、暑いねって言うと暑くなるらしいよ。
と日陰の草むしりしよう。本当だ。ひなたちもきっとこっち側に来たらね。ね。何それ朝顔。朝顔。朝顔かな。昼顔。朝顔咲いた。これ向こうから入ってるよ。まあ、あっちはねジャングルなんで、こっちのね扉の中見てみましょう。だだだだ。いいじゃん。だだだだだだ。もうあっちは絶対に嫌だね。あれは草刈り機の登場だ。我々が手塩にかけて栽培したキノコを見ましょう。栽培してない。あれ羽がある。不思議。まだヒナ入れてないのに。ゴミもある。よいしょ。ああ。うそ。そんなことある？うん、今決定的瞬間が取れた。はあ、暑い。だ。そんなにこれやばいだろうってやつはなさそうだよ。そうだね。そっちの奥の扉ぶっ壊れてるぐらい。奥の扉。ああ、本当だ。これ。ここね。あ、こう。確かに。いつか差し込む式になったの。握手。うん。暑い。でもここ暑いね。うん。すごいな。あ、すごいな。網のにすると超涼しい。うん。はい、待望のキノコ狩りはないです。はい、まあちょっと目に余るでかい羽とかビニールとか危ないんで拾いましょう。羽をね、ジムーナの羽を食べても詰まって死ぬらしいんでね。面白い鳥ですよ。まあこんな感じで、あとは猫車に雑草乗っけて捨てます。はい、あとは石拾いですかね。はい、石ってか岩拾い。はい、もう暑いのでこの辺にします。はい、皆さん涼しく過ごしてね。バイバイ。